アミモトマリは、大阪府大阪市出身の、女子社イスバスケットボール選手。ポジションはフォワード。大阪国際大学卒業。関西の女子社イスバスケチームカクテル、伊丹スーパーフェニックスに所属。車イスバスケットボール女子日本代表キャプテン。先天性の右足つま先の骨内側に、折れ曲がるように変形する障害があったが、2歳で、機械体操を始め。 小学校3年生の時からミニバスケットボールをプレイしていた。プレイ後は足に痛みが発生しており、中学では1年生の時には医師よりバスケを禁止されたが、中学2年の時はチームのキャプテンを務め、地区選抜チームに選出されていた。2年の夏には、つま先の骨を切る手術をしてから足に体重をかけることができなくなり、バスケットボールを断念し、マネージャーとなった。 三年生の時、引退試合に一分だけ出場した。その後は、母と一緒に訪れた大阪市長居、障害者スポーツセンターで、車椅子バスケットボールに出会った。高校一年生の2004年、19歳以下なら、誰でも参加できる、オーストラリアシアイスバスケキャンプで、本格的に競技を行うことを意識し、帰国後、カクテルに入団した。16歳で、日本代表に選ばれ、 以来代表を続けている。2007年の6月に行ったドイツとの親善試合では世界記録となる1試合38得点を記録した。2008年の2月にもアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアと共に行った国際親善女子シャイスバスケットボール大阪大会では日本から唯一の優秀選手に選ばれている。同年チーム最年少の19歳で、 北京パラリンピックの代表に選出され、チームは4位入賞し、自身は7試合133得点を記録し、大会の得点王に輝いた。2011年、車イズバスケット女子 U25 世界選手権大会のメキシコ戦で、51得点し1試合得点の女子世界記録を打ち立てた。大阪カップでオーストラリアの選手から勧誘され、 オーストラリア女子シャイスバスケリーグのスタックスグッドキャンプ、ベアーズに入団。2013年に準優勝メンバーとなり、自身はファイナルの MVP を受賞した。2014年、マインクラフトクイーンズランドコメッツに移籍。2015年は日本での活動に専念した後、2016年に再びコメッツに入団。同時期にカクテルのチームメイト、 吉田エリカと北田千尋も WNWBL に参戦している。2016年、ドイツブンデスリーガの RBC ケルン99アーズに入団。男女混合のブンデスリーガで共に、ドイツ初参戦の豊島英村上直弘とチームメイト。2018年、スペインのアンフィフに入団。2021年8月開幕の東京パラリンピックで、 藤井組と共に共同キャプテンを務めた。日本にとって3大会ぶりのパラリンピックで2勝を挙げ、6位入賞。オーストラリア戦で13得点、11リバウンド、11アシストでトリプルダブルを記録した。オーストラリアのプロシャイスバスケットボールチームが獲得に動いたこともある。ありがとうございます。